七クマ。俺は加藤俊、27歳。今日は俺の彼女、ヒイラギマリカの誕生日を祝うために、彼女のお気に入りの店、七クマカフェに来ている。そこでマリカにプロポーズしようと決めていた。誕生日に七クマカフェか。特別感ないね。ごめん。行ったことない店より、マリカの好きな店の方がいいと思って。マリカとは交際3年目。付き合ってからずっと結婚したいと言われてて、ようやく身を固める覚悟ができたというのに、最近マリカの態度が冷たくなっているのを感じる。マリカ、誕生日おめでとう。誕生日プレゼントで喜んでるところに婚約指輪を渡してプロポーズするというのが俺の計画だった。ありがとう。ってこれ、だいぶ前に私が欲しいって言ってたネックレスだよね。もうとっくに持ってるんだけど。てか、前にデートでつけてたの気づかなかった？ごめん。もっと最近の流行りとか人気ブランドとかリサーチしてよ。てか私、欲しいものアピってたのに全然気づいてなかったんだ。そんな言い方、ないだろ。俺なりに喜んでもらえるだろうと思って選んだのに、ショックだった。シュンってさ、デートも気合入ってないし、海外旅行行きたいって言っても全然連れてってくれないし、ブランドとか疎いし、好きなものや興味が違って話してても全然面白くないんだよね。そりゃ俺はファッションとかよくわかんないし、そんなに有給休暇取れないから海外旅行なんて行けないし、給料だってデート代で飛んでくから無理だよ。それに苦しい中でもなんとか結婚資金をコツコツ貯めてきたせいでもあった。シュンと私じゃ価値観合わないと思う。少し前まではシュンと結婚したいって思ってたけど、結婚してパートしながら節約するような生活はしたくない。私は好きなものに囲まれていたいし、旅行したり好きなことできる人と付き合いたいの。え、それってどういう？そういうことだから、シュンも自分と価値観の合う人見つけて。俺はどん底な気分で帰り道を歩いていた。だよ。マリカは俺の会社に来た派遣社員だった。派遣社員は同一の派遣先で3年以上働くことができないため、今年から別の会社で働くようになったが、彼女が変わったのはそれからだった。一緒にいる時間が少なくなったし、休みも合わなくて気持ちが冷めていったのかな。俺もそんな彼女に嫌気がさすこともあったし、気持ちが冷めそうになったこともあった。それでも今まで築いた関係を崩したくなかったし、情もあった。それに完璧な人なんていないんだから、彼女のそういう部分も受け入れようと思っていた。結婚指輪まで準備してプロポーズする前に振られるとか、惨めだな。気づけば俺は泣いていた。マリカに振られたから泣いてるのか、惨めで情けなくて泣いてるのか、自分でもよくわからなかった。泣かないで。あんな女のためにあなたが泣くことない。目の前に美女が立っていて、俺の頭を撫でてくれたが、俺は彼女を知らない。ごめんなさい。私、菊瀬あゆみと言います。実は訳あってマリカさんの動向を探っているうちにあなたのことも知って、今日振られているのを見て思わず後をつけてしまいました。え、どういうことですか？マリカさん、私の姉の夫が社長をしている会社で派遣社員として働いてるんですが、二人が付き合うようになったんです。マリカが不倫してるってことですか？はい。こんなことを話してしまってすみません。でも証拠もあるんです。詳しい話聞かせてもらえますか？はい。こちらが証拠の写真です。確かにこれはマリカですね。それから、これが二人の LINE のやり取りをスクショしたものです。そこには、明らかに二人が恋人であることを示すようなやり取りがされていた。会えなくなって気持ちが離れてたのかと思ってたけど、浮気されてたのか。でもこの証拠を見て納得がいった。俺ではマリカをこんな高級レストランや一流ホテルに連れて行くことはできない。お金がある社長にマリカは惹かれ、俺との関係を見限ったのだろう。お姉ちゃんは気が弱くて、浮気されても文句が言えず、離婚も切り出せずに我慢するだけなんです。それをいいことにやりたい放題している兄が許せなくて、
だから私が代わりに証拠を集めることにしたんです。そういうことだったんですか。聞けばあゆみさんは大学4年生ですでに単位は取得済みで、大学にあまり行かなくていいということもあり浮気調査をしているという。でも私一人だけじゃ限界を感じてて、その女性一人だと入れないところもありますし、だからよかったら証拠集めをするのを手伝ってもらえませんか。証拠集めですか。お礼はちゃんと払いますので。いや、やっぱり付き合ってた彼女と新しい彼がイチャイチャしているところなんて見たくないですよね。いや、そういうことじゃなくて、どうしてそこまでするんですか。探偵や弁護士に頼んだ方がいいと思うんですけど。確かにその方が顔が割れてないし確実だと思うんですけど、お姉ちゃんのこと大好きだから、裏切ったあいつが許せないから、私が直接何かしたいんです。わかりました。でもお金とかのお礼はいらないんで。え？気持ちを整理してマリカのことを吹っ切るためにも役立ちそうだと思ったんで、協力させてください。はい、ありがとうございます。その日から俺は浮気現場の証拠を抑えるためあゆみさんと連絡を取り合った。あゆみちゃんからだ。今週の日曜に二人は七熊デパートに出かけるみたいなんで、尾行に付き合ってもらえませんか。七熊デパートか。そういえば前にいた時にブランドバッグねだられて、買えるわけないじゃんって笑って返したな。いいよっと。加藤さん、お待たせしました。うわ、かわいいね。だってデートじゃないですか。え？あ、ほら、デートのふりしてないといけないでしょ。だから気合い入れてみました。そっか。それじゃあ、はい。そこまでした方がいい？だって恋人なんですよ。うん、わかった。演技とはいえこんな可愛い子と手つなぐとか緊張するな。うわ、高級ブランド店に入っていったぞ。どうしたんですか？なんでもない。マリカが社長に見せてたのは俺に欲しいとねだったバッグだった。それを彼は何の躊躇もなく買っていた。お姉ちゃんには誕生日プレゼントすらあげないのに。俺はあげた誕生日プレゼントもう持ってるから手切手としてもらうって言われたしな。え、ひどいだよな。結構高かったのに。値段じゃなくて気持ち、喜んでもらえるだろうと思って買ったのに、その気持ちを踏みにじるとか最低ですって。あ、ごめんなさい、悪く言っちゃって。うん、あゆみちゃんにそう言ってもらえて嬉しかったよ。私だったら加藤さんにそんな思い絶対にさせないのに。え、なんか言った？いえ、何でもありません。それからも俺たちは尾行を続けていたのだが、今日は高級レストランでの食事か。いくらマリカとのデート代がなくなったとはいえ、俺の給料ではきついな。シェフのおすすめコースをお願いします。それにはワインもつけて。かしこまりました。金足りるかな。あ、もしかしてコースの中に苦手なものとか食べられないものありました？うん、大丈夫だよ。あゆみちゃんは大学生だし俺が払わないとな。ここからじゃ会話は聞こえませんね。それじゃ変な動きがない限り私たちは食事を楽しみましょう。あ、二人がそろそろ帰るみたいだよ。俺たちも出ようか。はい。支払いはレジに行けばいいのかな。あ、もう払ったんで大丈夫ですよ。え、いやいや、俺が払うよ。気にしないでください、これは調査費用なんで。いやいや、大学生でバイトもしてないあゆみちゃんに払わせるわけにはいかないよ。ああ、実はお母さんにお姉ちゃんの話をしたら、金銭面のことは心配しないでってお金を渡されたんです。それに探偵を雇ったらもっとお金がかかりますから、これぐらい安いものですよ。それに美味しいものも食べられるし。お母さんもお姉さんの心配してて離婚の後押しをしてるってことなのか。浮気調査から3ヶ月が経ったある日、浮気現場を抑えるチャンスが来た。
いつもは一流ホテルやビジネスホテルに泊まる二人がラブホテルに入っていったのだ。これなら仕事だとは言い訳できない。私たちも追いかけますよ。ちょ、本当に入るの？当たり前じゃないですか。これは決定的な証拠を押さえるチャンスなんですよ。そうだけど、俺はあゆみちゃんと過ごすうちに少しずつ彼女に惹かれていたので意識せずにはいられない。あ、隣の部屋が空いてます。行きますよ。マジか。聞こえるかと思ったけど聞こえないな。録音は無理だな。それじゃあ残念だけど出ようか。待ってください。窓を開けて自撮り棒を伸ばしたら写真が撮れるかも。もう少しだな。あゆみちゃん危ないよ。加藤さん、私の体しっかり支えててくださいね。めちゃめちゃ密着してるんだけど、俺はラブホで何やってんだ。取れました。これかなり証拠になると思います。それじゃあ行こうか。二人の顔がバッチリ写ってるのが欲しいんで、まだ続けます。そっか。よし、これなら絶対に言い訳できないわ。あ、あゆみちゃんの腕真っ黒になってる。壁に擦っちゃったから。シャワー浴びてきてもいいですか？シャワー浴び終えたあゆみちゃん見たら、俺の理性が吹っ飛びそうだ。それじゃあ俺は先に出てるからゆっくりして。加藤さんも一緒に浴びます？こーら、年上をからかわないの。それじゃあね。うわぁ、めちゃめちゃドキドキした。冗談でもあんなこと言わないでくれ。証拠が揃い、弁護士も立てたことで、いよいよあゆみちゃんのお姉さんが離婚を切り出すことになった。その前に俺に会って直接お礼が言いたいということで、俺はあゆみちゃんの家に呼ばれた。ここが私の家です。裕福な家のお嬢さんなんだろうなとは思ってたけど、ここまですごいとは思わなかったよ。緊張するな。日曜ですけど父は不在なので気楽にしてください。あゆみの母です。あゆみの姉のさゆりです。この度は加藤さんにご迷惑をおかけして申し訳ありません。いえいえ、とんでもないです。私、浮気されても自分に非があるんだって思ってたんですけど、あゆみにお姉ちゃんは何も悪くない、浮気する方が悪いんだって言われて離婚を決意したんです。どうかお相手の女性のこと教えてもらえますか？はい。俺はマリカと付き合っていた頃や別れた時の話をした。あの時七熊カフェで遠くから見てたんですけど、まさかそんな会話されてるなんて思いませんでした。本当ひどいですよね。失恋した直後は落ち込んだんですけど、マリカのことが分かるたびにどんどん気持ちが冷めていって、今はプロポーズしなくてよかったって思ってます。本当ですよ。実はヒロトさんというのがさゆりの夫の名前なんですけど、もともとうちの人の会社で働いていて、気に入ってさゆりとの結婚を勧めたんです。その後ヒロトさんは夫からの支援を受けて子会社を設立して社長になりました。お父さんはヒロトさんのことを気に入っていますし、結婚を勧めたということもあって浮気のことは話しにくくて、でも証拠を揃えて弁護士を立てればヒロトさんが本当はどんな人なのか分かってくれると思うんです。そうですね。あの、そうなったらマリカさんにも慰謝料請求をする予定なんですけど、加藤さんは大丈夫ですか？その未練とか。もうありませんので大丈夫です。勉強が必要だと思うんで、きちんと分からせてあげてください。はい。あの後お兄さんを呼んで、うちのお父さんも含めて家族会議をしました。あゆみさんはその時の状況を詳しく説明してくれた。お兄さん、会社の派遣会社の女性と浮気してますよね。何言ってんだあゆみちゃん。俺が浮気なんてするはずないだろ。さゆりを大切にしてるし裏切るわけない。よくもそんなことを。証拠はあるのよ。証拠？誤解できないぐらいの
確固たる証拠です。ヒロト君、一体これはどういうことだ。お父さん、お母さん、これは違うんです。さゆりさんは離婚を望んでおり、お相手の柊木まりかさんにも慰謝料請求するつもりです。それだけじゃない。うちの子会社ではなくなり、経済的支援も打ち切る。そんな。さゆり、お前は一回の浮気ぐらい許してくれるよな。もう絶対にこんなことしないから。今までどんなに冷たくされても浮気されても、お父さんの選んだ人だと思って耐えてきたけど、もう限界です。私は私の幸せを見つけます。さゆり、すまない。お前の幸せのためにと思っていい相手を見つけたつもりだったが、そんな辛い思いをしてたなんて。私も歩みに気づかせてもらったの。自分の幸せは自分で掴み取るんだって。離婚を受け入れてくれてありがとう。さゆり、考え直してくれ。お前がいないと、お父さんの援助がないと、俺の会社は潰れちまう。私に一切触れないでください。同じ屋根の下で空気を吸ってるのも汚らわしい。あの家は私の名義なんで、すぐに出てってくださいね。今まで自分の意見なんて言ったことなかったお姉ちゃんが、あんなにはっきり言ってるのを初めて見ました。お姉さん、吹っ切れたみたいでよかったね。はい、加藤さんが協力してくれたおかげです。ありがとうございました。少しでも役に立てたならよかった。あゆみちゃんは悪い男に引っかからないように気をつけて、幸せになるんだよ。え、これで終わりですか。浮気の証拠は揃ったわけだし、あとは弁護士さんが全部うまくやってくれるでしょう。俺の出番はないよ。もうあゆみちゃんと会えなくなるのかと思うと寂しかったけど、お金持ちの社長令嬢としがない平社員の俺では違いすぎる。マリカさんのこと、心の整理ができたんですよね。うん。もう誰かを好きになれないですか。そんなことないよ。だって俺はあゆみちゃんのことを好きになったんだから。私が彼女じゃダメ。え、私絶対に加藤さんのこと裏切らない。ずっと好きでいる。だってずっと好きで忘れられなかったんだもん。ずっと好きだったってどういうこと。実は私、中学生の頃から加藤さんのことを知ってました。え、七熊学園の中等部に電車通学してた頃、落とした定期を拾ってくれたのが加藤さんだったんです。それからも時々電車で見かけて、ずっと恋してました。俺は定期を拾ってあげたことも、電車の中に中学生だったあゆみちゃんが乗ってたことも覚えてなくてびっくりした。今日こそ告白しようって思ってるうちに、加藤さんのことを見かけなくなって、そのまま告白できませんでした。だからお兄さんの浮気相手を調査した時に、その彼が加藤さんだって知って、本当に驚いたしショックでした。そうだったんだ。二人が一緒にいるところを見ながら、隣にいるのが私だったらよかったのにとか、私ならもっと優しくするのにとか考えてました。だから彼女が加藤さんのこと振った時、チャンスが来たって嬉しくなっちゃって。最低ですよね。最低だなんて思わないよ。最低ですよ。だってそれを利用して浮気現場を抑えるのに協力してほしいって言ったけど、本当は加藤さんに近づきたかったんです。こんな女、加藤さんは嫌ですよね。嫌なわけない。むしろ感謝してるよ。感謝？だってそれがきっかけであゆみちゃんと近づくことができたんだから。きっかけを作ってくれたのはあゆみちゃんだけど、好きになったのは俺だよ。あゆみちゃんの優しさ、明るさ、勇気に励まされ元気をもらったんだ。嘘。俺の彼女になってもらえますか。あゆみちゃんが俺を好きでいてくれた時間を超えることはできないけど、それ以上の気持ちであゆみちゃんのこと大切にするから。はい。その後さゆりさんは離婚、夫だったひろとさんは経費の使い込みがバレて社長を解任され、マリカからも別れを告げられたそうだ。そういうマリカは慰謝料の支払いに追われ、
今はキャバクラで働いているのだとか。そして俺は、新郎加藤俊は菊瀬歩みを妻とし、健やかなる時も辞める時も。この日歩みちゃんと結婚式を迎えた。さゆりさんやお母さんだけでなく、お父さんにも温かく受け入れてもらえた。幸せになろうな。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。